にちは、タートル TV のタートルです。今回はですね、スクワットをして足が太くなりやすい人、部活とかでですね、短距離走が好きですとか、ソフトボール部でした、バレーボール部、バスケット部、そういったね、方が太ももの前側というのを成長期でね、使ってる人たちっていうのは、スクワットとかすると、まあ上手にやってればいいんですけど、スクワットやると足がね、太くなりやすい人もいます。そういった人はですね、太ももの裏とお尻をしっかりね、鍛えることが足を細くするための秘訣です。ということで今回はモデルさんを使って太ももの裏、そしてお尻というのを鍛える効果的なねトレーニング方法を紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。 1kg のバーベルか 1.5 のバーベル、やっぱりね重たい方がやっぱりいいです。なので重たい今日 1.5kg 使ってやります。これをですね、膝の裏に挟んで、そしたら膝を曲げて、はい、手と足はね肩幅ですね、お尻の高さまでゆっくり上げます。ゆっくり下ろします。よいしょ、しっかり挟んだままで、もうちょっと上げて、はい、お尻の高さまで上がったらゆっくり戻します。はい、ゆっくり上がります。はい、ゆっくり降ります。この時に太ももとお尻が少しねプルプル震えるぐらいゆっくり動いた方がいいですね。ゆっくり下ろす。もうちょっと膝を切ってくる。はい、ゆっくり上がります。はい、ゆっくり降ります。はい、ゆっくり上がってゆっくり降りる。はい、上がります。はい、ゆっくり下ろします。はい、ラスト。はい、ゆっくり下ろします。はい、では足を変えます。反対の足いきましょう。お尻の高さまでゆっくり上げます。はい、ゆっくり下ろしていきます。はい、ゆっくり上げます。はい、ゆっくり戻します。はい、ゆっくり上げます。これ下ろすときに辛くなってくると結構早く下ろしてしまうんだけど、ゆっくり下ろした方がいいです。重みをねずっと感じたままで、ゆっくり上がります。はい、ゆっくり戻します。はい、ゆっくり降ります。よーし、ラスト。はい、ゆっくり降りましょう。はい、お疲れ様でした。今回は 1.5kg のねバーベルを使ったんですけど、もうちょっとね重たいバーベルがある人はやっぱり負荷をねある程度かけた方がいいんで、重たい方がいいです。そして重たいのとか軽いのを何種類か持ってる人はですね、だんだんと辛くなるにつれて軽いのを使っていって、やっぱり3セット、だいたい10回を左右3セットずつね行うと、しっかりね筋肉に刺激がいくので、次の日もね引き締まった感じがあると思いますし、しっかりやっていくにつれて太ももの裏とお尻がですね引き締まった感じがわかると思います。なのでしっかりねやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。タートル TV タートルでした。太陽が沈む前にチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。タートル TV でした。